スキップカードはかつて仙台市交通局と宮城交通が発行していた次期式乗車カードである。デザインは仙台市交通局発行と宮城交通発行で異なる。仙台市営地下鉄、仙台市営バス、宮城交通と宮高バスの路線バスで使用できた。1000円、3000円、5000円の3種類が発売されており、利用金額に プレミアはつかないが、バス地下鉄間の乗り継ぎ割引が適用される。このうち、乗り継ぎ割引は適用されないが、プレミアがつくカードを、ジョイカードという。両者とも、未使用分や、中途使用分の払い戻しは不可。2014年12月に、仙台市地下鉄南北線、2015年に、仙台市地下鉄東西線と、市営バス、及び宮城交通の路線バスに、 IC 乗車カードアイクスカを導入。これに伴い、2015年12月6日の東西線、仙台市 A バスへのアイクスカ導入開始とともに、販売停止となった。2016年10月31日には、時期カード乗車券の利用が停止され、先立つ2016年10月1日より5年間、無手数料による払い戻しによる対応に切り替えられた。プレミアの上乗せがないため、 未使用仕様の遺憾に関わらず、カードの残額が全額払い戻される。仙台市営バスと宮城交通では、各車両に順次、アイクスカ対応運賃箱を順次設置。置き換えが完了した車両では、1000円のスキップカードの購入が運賃箱からはできなくなっていた。ありがとうございます。